さんこんにちは。今日はですね、思いつきの動画を作って撮ってみようと思いまして、今タオバオのこれ画面見てるんですけども、タオバオでちょっと気になったもんがあって、それを買ってみて単純にアップするという単純な動画を作ってみようと思いまして、こういうですね、金色の靴があります。こんな感じで、他の色もあるんですけど、こいつですね、こういう色の感じ、写真で見た感じなんかいい感じかな。まあ日常で使えるかどうかは別にしてですね、で価格がまたこれ安くて、もともとの値段が139元から159元が39.9元から59.9元、700円から1000円程度、まあ、これであればもし万が一失敗したかなと思っても、それほど衝撃が大きくないのかと思うと思います。で早速私のサイズは42で、これはセンチで直すと26センチの金色 59.9 円、これを早速購入で、ここからはちょっと住所が出ちゃうんで、今よく中国で使われているアリペイですね、中国版アリペイを使って払います。はいはい、ということで早速届きました。開けてみたいと思います。こういう感じで来るんですね。簡単な包装ですね。あ、これでもなんかパッと見なんか写真通りな感じですね。なんか写真と全然違うじゃんみたいなパターンが夜あるんですけれども、見えますでしょうか。こんな感じですね。なんかこんな感じ。あ、でもなんか靴底がペロンって、あ、これはいいのか。これどう、あ、なんか入ってますね。ちょっと靴底ペランペロンなんですけど。まあ、早速履いてみます。おっと、中に紐が入ってる。あ、これ履き心地もなかなかいいんじゃないでしょうかね。でもなかなかこれちょっと普段は履けないですね。なんかちょっと動画撮るときとか、あとちょっとドラム叩いたりするんで、そういうときにちょっと履いてみようかなと思ったんですけど、こういう感じですね。あと靴の裏もお見せしますね。靴の裏はこんな感じです。結構こっちで安いやつ買うとですね、ものすごくなんかツルツル滑るんですよね、いろんなところで。まあ、これはそんなのがなさそうな気がします。どうでしょう。まあ実は最初この動画撮るときにはですね、このいいとか悪いとかは言わないでおこうと思ったんですよね。っていうのが、まあ商品絶賛するとこうなんかタオバオの宣伝みたいですし、酷評するとこうなんかタオバオをバカにしてるみたいですし、まあ画像を見て皆さんでご判断くださいっていう感じで作ろうと思ったんですけど、でもこれは思った以上にですね、なんかちょっと一昔前のタオバオのこれ写真と全然違うじゃんっていうのはなかったですね。という感じでございました。